小園康奈は日本の海軍軍人、鹿児島県出身、海軍兵学校第51期卒業。艦籍剥奪により最終階級は海軍大佐剥奪です。小園は本土防衛にあたり帝都上空を守る重責を負った海軍厚木302航空隊の司令で、精鋭戦闘機部隊を率い死闘を繰り広げました。鬼人のごとく指揮を取り、猛将、刀将と呼ばれる反面、戦闘や訓練を離れると別人のように優しい人情家で、部下からは尊敬慕われ、悪く言う者はいなかったといいます。1945年昭和20年3月10日、365機もの B-29 の大編隊が東京下町を襲い、一晩のうちに25万人以上の住民が死傷し、首都東京の東半分が消滅しました。これを無差別大量虐殺と言わずして何という、これ以上日本人を死なせてはならん。残虐非情な攻撃を平然とやってのけたアメリカに対し、小園は無念の涙を流し、最後の一兵まで戦い抜く覚悟を決めたといいます。1945年昭和20年8月15日、玉音放送により日本は降伏し終戦を迎えました。小園は302区司令官を解かれ、横須賀鎮守府付けになることが決定していました。しかし小園はこれまで自分の提言を無視し敗北を重ね、あっさりと降伏を決めた海軍上層部に対して不信感と反感を強めていました。このまま降伏すればソ連により皇室は根絶され、国体は破壊、日本は滅亡すると危惧し、日本は清国、降伏はない、国体に反するごとき命には絶対服さない。小園は部隊に訓示を行います。降伏の勅命は真の勅命ではない、ついに軍統帥部は敵の軍門に下った、日本政府はポツダム宣言を受諾した、由来皇軍には必勝の信念があって降伏の文字はない、よって敵司令官のもとに屈した降伏軍は皇軍とみなすことはできない、日本の軍隊は解体したものと認める、ここに我々は部隊の独立を宣言し徹底抗戦の火蓋を切る、今後は各自の自由な意思によって国土を防衛する新たな国民的自衛戦争に移ったわけである、故に諸君が小園と行動を共にするもしないも諸君の自由である、小園と共にあくまで戦わんとする者はとどまれ、叱らざる者は自由に隊を離れて帰郷せよ、私は必勝を信じて最後まで戦う。そして小園は全員に向かって声をかけました。帰郷戦闘する者を離れてよし。8月16日、小園は厚木航空部隊の独立宣言を連合艦隊司令部と各部隊宛に緊急電報で発信します。302区は降伏せず、以後指揮下を離脱する。そして陸軍や国民に向けて次の檄文のビラを用意し、ゼロ戦、月光、彩雲、銀河によって各地に散布されました。国民諸氏に次ぐ信州不滅、終戦放送は義直、騙されるな、今や敵撃滅の好機、我ら厚木航空隊は健在なり、必勝国体を御次戦、勤皇五国、皇軍なくして皇国の御次なし、国民諸君、皇軍元としてここにあり、重臣の夜迷いごとに迷わざることなく我らと共に戦え、これ真の忠なり、これ必勝なり。しかし第343海軍航空隊飛行長志賀義雄少佐や筑波海軍航空隊飛行長新藤三郎少佐らが302空の死者を一括して追い返すなど、各航空隊の指示を得ることはできませんでした。新藤は302空の死者が降伏の軍士を乗せた飛行機を撃墜するように要請してきたのを、味方機を撃てるかと一蹴しています。8月16日、
米内海軍大臣から翻意を促す意向が伝えられましたが、小園はこれを拒絶しました。米内に小園の説得を命じられた参考官司令長官寺岡中将は、小園と会見しますが30分ほどで決裂します。8月17日、日本政府にアメリカよりマッカーサーの厚木基地への進駐が8月30日だと通達されます。海軍上層部はやむを得ず陛下にこれを上奏し、陛下は軍人に宛てた院任次長の勅語を発しました。米内海相は横須賀鎮守府に厚木の強行鎮圧を命じますが、寺岡司令が猛反対し、実行されませんでした。寺岡中将の本心は、むしろ小園と共にありました。8月18日、小園は突然40度もの高熱が出ます。南方戦線在任中に感染したマラリアの再発でした。高熱を発しながらも小園は床に伏せることはなく、8月の猛暑にも軍服を着たまま闘志を揺るがせませんでした。しかし8月21日、さすがの小園も続く高熱により意識が混濁を始め、行動不能に陥ってきます。そのため航空隊軍医長が眠らせようと麻酔を打ちましたが、小園の気迫は衰えず軍刀を抜いて暴れ始めたため、付近にいた全員で取り押さえ、やむなく川手錠をはめました。そして小園はそのまま野比海軍病院の精神病棟に強制収容され、監視下に置かれました。302空は高松の宮信人親王の説得を受けた副長の菅原秀夫中佐によって武装解除されました。しかしこれに納得ができない302空の一部隊員たちは、ゼロ戦、水星、西雲など32機に分乗し、厚木から脱出、狭山飛行場、小玉飛行場に降り立ちましたが、協力を得られず翌日には厚木に連れ戻されました。8月26日、アメリカ軍先遣隊の輸送機13機が厚木に着陸。そして8月30日、連合軍最高司令官マッカーサー元帥が厚木に降り立ちました。一方、野比海軍病院の精神病棟で監視下に置かれた小園に対する処置は、ひどく苛烈なものでした。鉄格子のはまった独房としか思えない個室で、後ろ手を十字に組まされ手錠をかけられました。自分は気狂いではない、正気だと小園は訴え、与えられた食事や水も口にせず、床を転げて自分の小便をすすったと言います。10月16日、小園に対して厚木航空隊操縦事件に対する横須賀鎮守府臨時軍法会議が改定審理され、小園に次の判決が下されます。被告人を無期禁錮に処す。東洋孔明大、海軍刑法56条の主戒として無期禁錮刑となり、即日艦籍までもが剥奪されました。軍法会議法における戦時事変に際し海軍部隊に特設された臨時軍法会議であるため、法令により弁護人はいませんでした。日本最後の軍法会議にかけられた小園は収監され、横浜、宮城、熊本の刑務所に服役します。戦後史において厚木航空隊事件は反乱とみなされ、小園は反逆者と呼ばれ犯罪者の烙印を押されました。これは進駐してくるアメリカ軍の顔色をうかがう処置であったとも言われています。1946年昭和21年11月3日、無期禁錮から禁錮20年に減刑。1950年昭和25年9月4日、特別上申により禁錮10年に減刑。そして1952年昭和27年、平和条約の発効の大赦令により、同年4月28日に赦免されました。小園は故郷の鹿児島に帰り農業を営みました。
そして1960年昭和35年11月25日に脳出血で逝去。享年58歳でした。小園が残した事件についての手記、最後の対米抵抗者は日本の一番長い日などの参考資料として使われています。戦後小園と会った藤田光雄によれば、あの時降伏などするのではなかった、と小園は明るく笑っていたといいます。小園の死後、遺族や関係者により名誉回復の運動があり、1974年昭和49年の恩給法の付則改正により小園の未亡人は遺族扶助料を受給できることとなりました。恩給を所管する総理府の小坂徳三郎総務長官は、小園氏の名誉回復は今回の恩給法の改正によりまして、まず第一段階は到達されたというふうに我々は認識しております。と説明していますが、小園の階級回復はついにならずに終わっています。小園は数々の武勲を立てた空の勇者で、大戦末期は帝都上空防衛の柱となり戦い抜きました。しかし終戦後は精神病患者として扱われた挙句、刑務所に入れられ鑑識までも剥奪されました。厚木航空隊事件は小園が国を愛するがゆえの決断でした。小園については賛否両論ありますが、今ではその名さえも忘れ去られようとしています。海軍厚木航空隊の慰霊祭が毎年4月第1日曜日に大和市深見の深見神社で行われています。戦友会が高齢化で解散して以降は、神社や地元消防団などが中心となって存続しています。碑文、第302海軍航空隊は昭和19年4月、優勝小園やつな司令のもと厚木基地に、雷電、ゼロ戦、水星、月光、銀河の精鋭機を要し、本土防衛部隊として編成された。同年11月、B-29 来襲に始まる防衛戦闘において302空は優先奮闘。昼夜を分かたず来襲する米空軍を迎え撃って、B-29、P-51、F-6F 等多数の米軍機を撃墜破する戦果を挙げ、小園部隊の有名を天下に轟かせた。また終戦時、徹底抗戦を叫び、世に言う厚木事件を起こした部隊としても知られている。終戦に至るまでの戦闘において数多くの隊員を失ったが、戦没者は海軍葬をもって基地内の厚木空神社に祀られた。終戦後、同神社の神殿は大和市深見神社の境内に奉戦され、地元出身戦没者の英霊を合祀して靖国社となり今日に及んでいる。戦没者の霊を慰め、302空の名を長く留めるため、この地にこれを建てる。昭和55年4月、第302海軍航空隊関係者建立。あなたにも先人の声が聞こえます。